ドライバーも全部、ひいてはアプローチまで。スイングの時にこの腰をどうやってこう水平に回すかっていうことだけを今ちょっとすごい練習してるんですけど、はい、プロ結構みんなやってるんですけど、はい、こういうあの長いちょっと太めのスティックっていうかこういうやつありますよね、はい、これをあのこのベルトの間にこう挟みまして、はい、ちょっとこっちが長い状態を、それでそのままこう打っちゃうという、はい、そうするとこう腰の面が分かりやすい。あ、そのバーが、はい、これがこうなったり、はい、こうなったりしないように、はい、なるべくフラットに回す。これが止まると邪魔なんですけど、はいはいはい、腰をどんどん切っていくと、はい、もう邪魔にならないんで、ほうほうほう、はい、アイアン打つところってやっぱり平行なところが少ないんですよね、はい、やっぱりライが変わって、はい、こう腰の動きが崩れてしまうので、うん、その中でもこう平行に回っていけるかどうかっていうのがすごく大事で、なるほど、はい。